始めました。イエーイ、せーの、ホームカーバーバーバーイエーデレン。はい、ということでね、この4人で撮る機会がこれから増えると思うんですけど、ゆぐだらしるに移籍してきてくれた、まあもう本当にスーパープレイヤー、元々めっちゃ売れっ子なんで、まあこれから多分今年熊にも勝っちゃうかもしれないという欲しいぐらいね、まあいろは君入ってくれたんで、まあ、マツコいろは何者っていう企画をやっていきたいと思います。だーすごい。はい、ということで誰者ですか？誰ですか？僕ですか？僕天塚いろはです。いいか、飲んでマスク。先生、なんでその左目が腫れてしまった。もう本当に陰キャっすね。オタク陰キャっす。ゲームオタク陰キャみたいな。なんだよ。ちょっと本当にすいません。いや、そんなことないやん。何お前が聞いてないやん。質問して。はい。やば。お酒飲んぱらったらもう、うるるるるって熊属性やん。あ、そうっすね。お酒めっちゃ強いっす。めっちゃ飲んで、めっちゃ暴れ出すもんね。いや、暴れたことはそんなない。エアラミレイ属性。あー、わかるかもしれないね。コントロールしようとしてるエアミレイ。あ、そう。でも一番近いなって思うのはヒョウさん。ヒョウさんに一番近い人ね。あー、人懐っこくなるっすもんね、酔っ払ったら。今日の酒癖だるいけどな。まあ、ということで、まあ、お酒も強いし、いろはは結構そのタイプで言うと結構本数強いタイプなイメージだから、なんか俺的には絶対ね、安定もするし売れるし、ユグドラには向いてるのかなって思います。よっ、今年の年間本数は何本ですか、目標？1500本っすね。おお、すごくない？はい、1500って120本ぐらい毎月じゃない？いけんじゃない？ちょっと上半期の目標があって、1ヶ月だけでもいいから、とりあえずレンさんの、その月間締め直す抜こうかなって思ってます。頑張りましょう。おー、頑張って。はい、1ヶ月だけで意味ない。とりあえず1ヶ月、まずは1ヶ月。もうその月俺もバグらせよう。じゃあマジでバグらせよう。あ、こいつ今月だな、やってきてんなって思った瞬間に、大体頭からやんないと無理だ。全員集合。頭から分かる瞬間にやるのって始めます。その時は、はい、キャッシャー並んでね。バーン。はい、スピーチ。おさえちゃうぞ。おさえちゃうぞ。そんなわけないよ。はい、今本数だって V30 ぐらいあると。その崩せるっていうのは1ヶ月で崩せるけど、この V 気力を、あ、俺のこの V 気力多分消せないんじゃない？3年近くって思ってる。3年ぐらいやってるの。でもその3年近くやってるレンさんを倒したってなったら、もう確かに誰や。それも俺がツイートするよ。あー、うん、確かに確かに。おぉ、任せてください。何ですか、決めよ、お互い。ちょっと教えていて。何とかでいいか。どうですか、いろはくんのクマ、何聞いてる？あ、なるほど、こんなこと聞いてみたー。何これ、イエーイ。コーナー始まった。いろはさん、めっちゃ飲みたく得意らしいんですけど、はい、なんかどういう感じで盛り上げるんですか？なんか、あ、僕コールめっちゃ好きっすね。なんか、いい紹介を、紹介をね。あ、なんすかそれ、ちなみに。俺、マーチョラ、マーチョラ、マーチョラって。なんでそれさ、お前がちゃんと知る。お前がちゃんと知る。これ、これ無理だって。何が無理だって。無理っすもん。なんか顔出てきてるもん。ちょ、待ってください、待って。別に。やばすぎ。コールあんましなくない、別に。コールあんましないっすね。なんで、言った。あー、でも僕、人に合わせるのめっちゃ好きっす。だな。一回ちょっとゲームやっていいですか？僕めっちゃ好きなゲームがあって、じゃんけん負けのみっていうゲームがあるんですよ。でもじゃんけん、何それ。じゃんけんしてもう負けた人が飲むっていうゲームがあって、僕これ 100% 負けないです。僕絶対、はい、めちゃくちゃ強いです。いくよ。いいですか？最初はグーじゃんけんぽい。何これ？最初は最初はグーじゃんけんぽい。でも負けないです。うわー、強っ。くだらな。何これ、わかんないぐらいの速さで遅く出すんですよ。あ、マジシャンみたいな感じですね。はい、1対1やってる。最初はゲーなんてポイッちゃ、遅い。遅いっす。今のはもう遅すぎる。遅すぎる。ダメよ、ダメよ。負けに行ったよ、自分で。ホスト自体は何年で、はい、ホストが3年目ぐらいです。あ、3年目
ちょっとやり直しましょう、やり直しましょう。今のホスト始めたきっかけなんですけど、仲いい友達がホストやりたいって言ってて、その付き添いで一緒に退入行ったみたいな。ああ、よくあるあるですね。で、退入行って、ホストクラブってもっと怖いイメージだったんですけど、あれみたいな、みんな優しくないってなって、で、そしたらもう1ヶ月目から3桁はもう切らなかったんで、あ、これ転職じゃんと思って今のに続けてます。1ヶ月目から3桁だったの。そうです。やばすごい、それはすごいっすよね。すごいすごいすごい。 何してたの。騙してた、殴ってたの。もう元々なんか、はいはいはい、目ってこと2年しか終わってないんだよ。そうですね、1回やめた時期があるんで、あ、1年やって辞めて1年やってみたいな。辞めてた時期ないじゃん。辞めた時期はもう普通に引きこもってました。ゲームやってました、1日中。第五人格っていうゲームなんですけど、1年間やり続けすぎて、あの、日本でトップ100に入ってました。これ大会とか出てました、はい、最高記録が60何位とかでしょ。エイペックスでいうプレデター以上。プレデターやってんじゃない、うん、エイペックスでいうもうプレデター以上です。優しそうな感じはイメージ的に俺は今のところあるけど、怒ったりしないです、絶対に。だから好き嫌いが、あの、なんか出てる感じがめっちゃ女の子っぽいなって思うんですよ、俺は。嫌いになっていいの。いや、いないです。なんか嫌いっていうか、好きな人に対してこう好きみたいな。なるほどね。だ逆に、あの、僕がもし女の子だったら、同性エースとかしちゃうタイプ。どういうこと？え、あ、同性はしないといけないんだ。はい、同性はしてほしいです。で、毎日メンヘラ起こしたいです。人だるいよ。首だわ、首。はい、ってことで、じゃあ最後に1人1個ずつだけ質問して、それに答えてもらって一緒にバイバイします。じゃあ、何から。初体験。初体験は11っすね。おーよい、11ね。11。おーよい。シチュエーションも聞きたくないです。シチュエーションも聞きたい。その時のシチュエーションは教室の中で本当適当言うから、マジで本当に。僕ん家はもう結構サッカー家系だったんで、夜になると少年団とかで親とか弟いなくなるんですよ。いなくなる時間があったんで、しめしめってこと。その時に女の子呼んで、こう手っ腹始めて、でなんかエクシャス。エクシャス好きなの、性癖は。でもこれ本当嘘だと思われるかもしれないですけど、あんまなくて、強いて言うんだったら首絞めぐらいされるし、するっす。されるが、どうやってやんの、どうやってやんの。でもやってみ、どうやってやんの。なんどの、おお、ここを締めると気持ちいいらしいんですよ。はい、こうやって。そうなんよ。きっしょいなぁ。きっしょいな、この会話。将来の夢は。将来の夢は、地元に帰って、自分ちょっとちっちゃい居酒屋開いて、もう安定した生活をしたいなって思ってます。本当に、はい、本当に、はい、これガチです。でもできるやろ。いや、いや、やると思うよ。居酒屋で、こじんまりして、なんか立てて。ただ、ある程度、いい生活がしたいんで、まあ、それプラス、まあ、ちょっと持ってるお金で株とかして。やれるとこまでやるって感じですね。そうっすね。ってことで、じゃあ、みんな、女の子は、ひろはといつか居酒屋を開くことを夢に頑張ってもらえれば、無料券、俺と居酒屋開こうって言ったってことで、ハマスカひろはでした。イエーイ、バイバイ。